水トリータンが投影するショー「絆」をお送りします。メロスイムはトレーナーと言わずにトリーナーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリータンの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。一緒にステージに行くよ、パチパチ。もうちょっとで着きそうだよ。よし、みんなこんにちは、ルシアです。ありがとうございます。よかったね、皆さん手振ってくれてた。ルシアは南アメリカオットセイっていう種類の女の子のアシカです。じゃあ皆さんにルシアのご挨拶してみようか。ルシアはどうしてもね、前足を振るとき一緒に首も振っちゃいます。見ててください。皆さんにはい、こんにちは。反対の方だね、ルシアね。それ反対の、もう一回やってみよう。はい、こっち。はい、こんにちは。そう、すごい一生懸命なんです、ね、ありがとう。僕とルシアはね、もうコンビを組んで6年以上経ちますね。エノスイに来た時からずっとコンビを組んでいるんですけど、その中でもね、いろんなことができるようになりました。で、こうやってね、立ち上がるのも上手なんですけど、いけるかな、ルシア、やってみる。久しぶりだけど、いける。はい、はい、はい。今体重が38キロあるんでちょっと重たいんですね。上手だよルシア。こんなこともねできるようになったんですが、他にも僕たちね、アシカたちと一緒にいろんなことを練習してきました。じゃあルシア、ゆっくりでいいからね、降りてくれる。そう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 、いいよ、上手。ありがとう、上手だったねルシア。で、いろんなことね練習してきたんですけど、この夏ね、みんなでアシカのダンスを練習してきたので、それを皆さんに今日お届けします。じゃあ他のメンバーも大きな声で呼んでみるよ。マミーライラー、はーい、おいでおいで。はーい、待ってー、よっしゃー、マミー、お姿が見えてきたかな。皆さんこんにちは、マミーでーす。こんにちは、やってきましたー、ライラーです。待ってたよ。2頭とは違うんですね、マミー。私マミーの中で一番好きなのが手を振る仕草です。ちょっと2頭とも手振ってみて。わかりました。じゃあライラを、ね、1頭1頭違いますよね。マミーはなんかちょっと澄ました感じで振るので私好きです。はい、振って、こういう感じ。ちょっとなんか澄ましてません。これがね、すごい好きなんです。マミー今日も上手だったよ。ベテランだから何でもそつなくこなす感じですよね。皆さん、僕のパートナーね、ライラって言います。こうやってね、出会ってコンビを組むようになって大体ね、3年ぐらい経ちました。注意してくれるの？ありがとう。出会った時は本当にね、近づくこともできなかったんですけど、最近すごいグイグイチューをしてきます。ありがとうね。この後のね、ダンスでパーフェクト目指したいと思います。頑張ろうね、ライラ。すごい、ライラがね、一番年下だけど、いろんなこともね、できるようになってきたもんね。だいぶね、いろんなことできるようになってきました。ね、よし、じゃあ今ね、田中さんがステージの上きれいにしてくれたから、よし、じゃあみんなで練習してきたダンス皆さんに披露しちゃおうか。よし、大丈夫です。いける？はい、よし、じゃあみんなそれぞれポジションについて、はい、準備はいいかな。ライラ、オッケー。マミ、オッケー。ルシアもオッケー。反対のポジ、上手だね。じゃあ前を向いて、お願いします。バッチリ。じゃあ今度は回ってみよう。それ、はい、回る。ゆっくりだね。ちょっとバラバラだったね。じゃあこれなら揃うかな。 OK です。回って、回る、いいね。一緒に、うー、できた。じゃあ次は一頭ずつやってみようか。 OK です。はい、と、ライラ、僕、マーミ、私、ルシア、俺、いいんじゃないですか。いいよ。
動して、はい、じゃあライラの方で待ってられるかな。待っててね、待っててね、待って待って待ってね、ライラだけもうすぐ近いから待っててね。はい、じゃあ最後はみんなが一番得意な振り袋をやってみよう。はい、じゃあ左側から合わせていくよ。せーの、はい。反対側はどうかな。はい、これも上手。上手だったよ、ルシア。バッチリだったね。チューだ、チューだ。じゃあ皆さんにも届けちゃおうかな。じゃあ揃ってナイスキス。よし、テイフローマミー、バイバイ。ありがとうございました。振り向きがすごい素早くて、すごいキレがいいね。すごいよ。あ、ライラも上手。やっぱマミのキレがすごいね。またそこね。ね。ね。じゃあこれで僕たちは皆さん先に帰ります。ありがとうございました。じゃあまたねー。またねー、ルシア。ありがとうございました。マミもバイバーイ。さあ、今度はイルカたちがやってきます。続々とメンバーが皆さんの近くに集まってくるので、じゃあ加藤さん、はい、お願いします。はい、またね、バイバイ。はい、これで僕たち帰ります。ありがとうございました。はい、こちらはね、イルカたちの番です。では揃ったメンバーから紹介をしていきます。今集合にいるのはスミとフライデーショーのサウです。そしてここにいるのは僕は加藤家です。そしてパートナーもルイです。さらに出てきました花ゴンドウミーナと松崎、ステージには池光とイレニーです。じゃあ最初にアクリルのメンバーでやってみようか。いくよ。はい、注目して、せーの、はい、準備。でも僕たちの合図を見てくれます。今度は反対に、お、反対に、これ体の動きを見ているんです。今左右に飛んだので中央に飛ぶとどうなるか。いくよ、ルイ。中央に向かって飛ぶと、どうですか。今まで体の動きしっかり見てくれているんです。ただね、ルイはね、すごく器用な子です。いろんなことができてジャンプをたくさん飛べます。あ、どうだね、はいはい、ゆうのさ、今のジャンプやってもいい？お、やってみます。これさ、練習して今年の夏できるようになったからちょっとやってみるね。さあ、ゆうもいけるのか。体が一番大きいです。ジャンプ、あ、オーケー、残念。すごい、すごい、ありましたね。あ、どうだね、はい、体良かったでしょ、今。すごい良かったと思います。お、すごい良かったと思いますね。Thank you.
これ。よし、じゃあ文句ないで帰ってよ。パトカーもすごく良かったでしょ、これ。すごい上手にやりました、今。じゃあ戻ってよ、戻る、戻って、ゆっくりでいいから、慎重だよ。オーケー、パーフェクト、パーフェクト。すごい上手にやりましたね、今ね。すごいこれ上手になったよね。上手にできたので、今日の練習は大成功、 OK です。上手だった。そう、全然できなかったんで、これがね、やっとの形になってきました。すごいな、上手だった。次はね、他のメンバーを見ていきます。今までトリータは好きなタイミングでいろんな合図出してきましたが、次は動きを音に合わせます。これはその時のイルカの調子を見て、うまく合図を出さなければ音に合わせられません。4組順番でいきます。まず最初を見せてくれるのはビーナと松崎です。はい、ビーナここで両手タッチします。2番目がその隣のミレニーと池光。ビレを水面で打ちます。3番手練習頑張りました、ミュウと遠山。はい、ミュウは口先から水しぶきあげます。そして最後決めてくれるのは友野とルイです。スピンジャンプやりたいと思います。それぞれがちゃんと音に合うかどうか皆さんよーく見ててください。さあ、まずはレジビーナ、タイミングはここ。で、次は左側ミレニー、タイミングここ、ちょっと遅い。さあ、ミュウはどこかな。ミュウはここ。さあ、ラストはルイです。ルイのジャンプ。はい、ジャンプを決めました。はい、いいジャンプだったよ。ナイス。さあ、ここからはトリーターという形による連続パフォーマンスです。どのペアで息が合っているか、または外してしまうか、よーく見ててください。まずはクラップです。次に指を前に出します。クラップして指を前、次は2回ずつ、クラップ2回の指差しも2回、返事をしてねという合図になっています。それぞれちょっとずつ違う音で答えてくれるので、よーく聞いてください。まずは1回ずつからクラップして、この後です。聞こえました？元気で返事をしてくれてます。次は2回ずつ、元気で答えています。では次はリズムを速くします。5連続
準備、ご